2023年8月24日、ウクライナ国防省情報総局 GUR のユーソフ報道官が、2014年にロシアの軍事介入によって不当に併合され実効支配されているクリミア半島において言及していたね。ユーソフ報道官は特別作戦の一環としてクリミア半島への特殊部隊による上陸作戦が行われたと発表していたな。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍特殊部隊がクリミア半島に上陸した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ユーソフ報道官によると GUR はウクライナ海軍の協力のもと、クリミア半島に対する特別作戦を実施し、GUR の特殊部隊がクリミア半島に上陸し目的を達成したとした上で、現在まだ作戦が進行中であるため詳細を明かすことができないが、ロシア側に損害を与えることに成功している、と述べ、特殊部隊の上陸を伴う作戦がクリミアで行われていることを示唆したよ。この前日の23日、GUR はクリミア半島の西端にあるタルカン空都岬のオレネフカ村周辺に配備されていた、ロシア軍の地対空ミサイルシステム S-400 を破壊したとして、攻撃の様子を撮影したドローンからの映像を公開して発表していたんだ。ウクライナ側のテレグラムチャンネルによると、タルカン空都岬付近で23日に7回の爆発音があったことが報告され、ロシア軍がオデーサ攻撃に使用している地対艦地対地ミサイル K300P バスチオン P と、低空及び超低空域の目標を検出して追尾しながら S300 や S400 などの地対空ミサイルに、目標データを提供する高性能レーダー 48A6K1 が破壊されたとする情報が出ていて、マリウポリ市長の顧問であるアンドリュシチェンコ氏もクリミア半島に配備されていたバスチオンが破壊されたと言及しているね。K300P バスチオン P はロシアがベラルーシと共同開発した沿岸防衛用の地対艦ミサイルシステムで、ユニット編成は、指揮射撃管制車両 KAMAZ43001 が1ないし2両、支援車両1両、ランチャー車両 MZKT7934 両に、弾薬運搬再装填車両4両が標準的なスタイルとされているぜ。23日の時点ではウクライナ軍がタルカン空都岬をどうやって攻撃したかについては不明だったが、ロシア側からはタルカン空都岬への攻撃は対艦ミサイルによるものであるとする情報が上がっていたよ。その情報によれば爆発が起こる前日に GUR 特殊部隊の兵士を乗せた複数のボートが国会で確認され、ズミイヌイ島周辺においてロシア軍が3隻のボートを破壊したが、離れた海域にいたボートを取り逃がし、このボートがタルカン空都岬から約 40km 離れた海域にあってクリミア方向を目視して航走していたというんだ。そして、ウクライナ中部のドニプロペトロウシク州のクリビーリフから発射された、2機の中国製偵察監視ドローンマジン5が黒海からクリミアに接近し、タルカン空都岬から 30km から 40km 離れた地点でロシア軍の防空システムによって迎撃されたが、その直後にウクライナの黒海沿岸から3発のミサイルが発射されたとされ、このミサイル攻撃が西側諸国から供与された。地上発射型対艦ミサイルハープーンか、ウクライナが開発した対艦巡航ミサイルネプチューンによって行われた可能性が高いとして、ウクライナは2週間前からズミイヌイ島やその東にある黒海上にある石油掘削施設に正体不明の武器を運び込んでそこから攻撃したと結んでいるってわけ。この情報が正確なものであるとするならば、ウクライナ軍は偵察監視ドローンを飛行させることによってタルカン空都岬に配備されている防空ミサイルシステムの迎撃を誘い、その発射地点を特定した上でズミイヌイ島などに運び込んだとされる対艦ミサイルで攻撃する作戦であったと考えられ、GUR はその作戦によって、タルカン空都岬のオレネフカ村周辺に配備されていた S-400 と高性能レーダーの破壊に成功したとも考えられ、同岬に上陸した GUR の特殊部隊が発射地点の特定に関与していたのではないかとの見方もあるな。その他にも23日の爆発と24日のウクライナ軍特殊部隊の上陸については様々な情報が乱れ飛んでいて、テレグラムの地元の情報チャンネルクリミアの現実では、
タルカンクート岬近くで爆発音が響いたのは23日午前5時頃とされ、その近隣にはロシア空軍の通信技術部隊基地や防空システムのレーダー拠点があると伝えていて、さらに別のロシア側の情報チャンネルでは、上陸したウクライナ兵らは10人ほどで爆発から間もなくボートで岬を去ったとしているぜ。また、やはりテレグラムチャンネルを持つロシア BAZA というメディアでは、クリミア西端のキャンプ場に隣接した海岸において、24日の未明に所属不明のゴムボート2隻が現れ、その乗員が陸地に向かって射撃したと伝え、ボートの乗員は10人程度で射撃後にどこかに泳ぎ去ったとしているほか、同じくロシアのメディアであるショットは、海岸のキャンプ場に向けて射撃したウクライナの工作員15人から20人は、ロシア軍によって全員殺害されたとする情報を伝えているなど、情報が錯綜しているんだ。さらに、S400 やレーダーなどを攻撃した兵器についても様々な情報が錯綜していて、それぞれに反論も挙げられており、先に挙げた対艦ミサイルのハープーンやネプチューンによるとする説に対しては対空ミサイルステムを破壊するのに、対地攻撃では精度が劣る対艦ミサイルを使用するのは考えにくいとしているね。情報の中には、イギリスからウクライナに昨年中に数百発が供与された精密誘導が可能な空対地ミサイル、ブリムストーンをボートから発射したのではないかとの説があるが、ブリムストーンは航空機から発射したとしても、20km 程度の射程距離しかなく、ボート上から発射可能なプラットフォームが開発されたとの情報がないため、ありえないとする見方が多いみたい。それよりはむしろ同じくイギリスから供与されている 250km の長射程を誇る空対地ミサイルストームシャドウが、使用されたと考えるのが自然ではあるんだけど、搭載可能なミサイルの射程が最長で 350km とされる。S400 を攻撃するにはその射程内に入ることになり、ウクライナ空軍にとって何よりも貴重な航空機をそのような危険な任務に運用するとは考えにくいよね。西側のメディアや評論家などの中には、この一連の作戦が実施された日がロシアによる侵略が始まってから、ちょうど1年半であり、さらにウクライナの独立記念日に実施されたものであることから、ウクライナ軍に、クリミア半島をどこからでも攻撃できる能力があることを、アピールするための象徴的な意味合いが強いものだとする見方もあるんだ。あるいは、ウクライナ軍が本気でクリミア半島上陸作戦を立案していて、橋頭保を確保しようとしているのではないかとの見方もあるが、十数名程度の特殊工作員を上陸させるくらいならともかく、数千、数万規模の部隊を上陸させるだけの艦艇を、ウクライナ海軍では保有していないためそれもまた考えにくいな。また、ヘルソン州の州都ヘルソン近郊で実施されているドニプロ川東岸への渡河攻撃をほのめかす動きと同様に、ヘルソン州とクリミア半島に配備されているロシア軍に対する陽動作戦であった可能性を指摘する声や、クリミア半島内のレジスタンス活動を活発化させて後方を攪乱する作戦の合図的な意味合いがあったのではないかとの見方もあるぜ。ウクライナ側では S400 などを破壊した攻撃手段を未だ明らかにしていないが、そのことによって、クリミア半島のロシア軍にウクライナ軍が何らかの長射程対地ミサイルを運用していることを匂わせ、同半島内で保有している数少ない S400 がまた破壊される恐れを生じさせることで、疑心暗鬼を生じさせてシステムを展開させず温存するように仕向けたと考えられなくもないんだ。そのことによってストームシャドウを搭載したスホイ 24M 攻撃機が活動しやすくなることから、クリミア半島やヘルソン州に展開するロシア軍部隊の後方兵站施設や、補給路の橋梁などへの攻撃が、さらに容易になるだろうとの見方も出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。